最下位中日は初回、昨シーズン最多安打に輝いた2番岡林、通算818打席目にしてプロ初ホームラン。まずはバットでおめでたい一撃を放つと、守備でも去年ゴールデングラブ賞を獲得した名手がジャンピングキャッチ。さらに4回、持ち前の強肩から正確無比なスローイングが炸裂。攻守で輝きを放った岡林の活躍で中日が連敗脱出です。